知りたいもんだ。貴様ら人造に。なれなかったんじゃないのか。穏やかだったさ。穏やかで純粋だった。ただし純粋な悪だが、俺はただひたすら強くなることを願った。そして凄まじいとある時、俺は自分の限界に気がついた。で突然目覚めたのだ。俺の中のスーパーサイヤ人がな。俺は喜びに打ち震えたぜ。やっとカカロットを超えサイヤ人の来たのだ。